はい、皆さんこんにちは。今回何に関して言及させていただきたいかというと、ここ最近ね、海外で、犯罪被害に遭われた方の体験談ということで、募集させていただいてます。犯罪被害に遭わないまでも被害に遭いそうになってこういうふうにね、対処したで被害に結果が合わなかったっていう意見もね、募集してますので、どうぞ皆さんご協力いただける方は説明書きに書かれているメールアドレスにメールをいただければと思います。今回は新しくということで、5人目の方です。今まで4名の方のね体験談を紹介させていただきました。今回は新しい方ということで、ございます。はじめまして、 YouTube で海外で被害に遭った方々の体験談を募集していたので投稿させていただきます。数年前にね、カンボジアのシェムリアップに旅行に行った時の話です。シェムリアップのバーで飲酒してホテルに帰る途中、マッサージの呼び込みに腕をつかまれ、呼び込みね、はい、マッサージをしないかと誘われました。具体的な値段は覚えてないと、具体的な、値段は覚えてませんでしたが、店の看板には1時間で数ドル、5ドルくらいと表記されていたと思います。まあ5ドルくらいっていうとまあ安いよね。で、長旅だったので疲れも蓄積しており、旅の疲れを癒すためマッサージを受けることにしました。マッサージ室に入り、うつ伏せマッサージを受けていると、複数人にマッサージをされている感覚に、おかしいと振り返る3人のギャルがマッサージしていることに気づきました。確かに3人っておかしいよね。これ普通に考えて、普通の人はおかしいと思うよね。で、あれ、さっきまで1人だったのに、あと2人のはどこから現れた。不審になるもん、それは不審になりますよね。だって普通に考えて、1人が2人出てきたら、その分お金払わなきゃならないって思ってしまいますよね。で、過度な飲酒で酔っ払っていたのもありということね。不穏な雰囲気を感じながらマッサージを受けているとということで、やっぱ酔っ払うとね、自分もそうなんだけど、やっぱり意識とかね、鈍ってくるんですよね。普段酔ってない時だったらそこまでね、しっかりと言うんだけど、酔ってるからまあどうでもいいかなっていう気持ちになっちゃうってあると思うんですよね。それってやっぱり危険。だから自分なんかも置き引きになった時、酒飲んだ後だったりとかね、大体何かそういう被害に遭う時って大体酒飲んだ後。だから酒ってやっぱ飲みすぎちゃいけないんだなって感じはします。で、その後ね、仰向け状態で3人のギャルマッサージを受ける奇妙な状態に、タイのマッサージはよく行ってましたが、このような展開は初めてでしたと。案の定、確かに3人とかあんまないよね、俺もね。案の定100ドルでスペシャルマッサージしないかというね、提案が、まあこれはよくタイでもあることだよね、他の国でもある。で、高いし、普通のマッサージを求めて入店したので断りましたが、女の子たちも引き下がりません。100ドルって言ったらどれだけのね、カンボジアをしたからどれだけのお金になるんだと思ってしまいますけどね。マッサージが一時中断され、数分にわたる押し問答。タイのマッサージ屋でスペシャルはしないかという提案がされたことありますが、何度かありますが、断ればすぐに普通のマッサージを切り替えてくれる、こんな頂上版の押し問答は初めてでした。いくらだったら払えるんだ、日本人はみんな払うのになぜあなたは払わない、など、散々なことを言われ、嫌がおうでも、スペシャルマッサージを受けさせ、お金が欲しいようでした。私があからさまなピンク系のマッサージ店に入り断っているならば、私も申し訳ない気持ちになりますが、この入店したお店は健全なマッサージを受け、入店したらスペシャルマッサージに方向転換して高額なチップを要求する悪質なマッサージ店。何度もスペシャルマッサージはいらない、普通のマッサージをしてくれと伝えても、3人のギャラは普通のマッサージをする気ゼロ。長女場による押し問答、過度な飲酒、長旅による疲労などの限界を感じ、なんとか20ドルは値下げをしてスペシャルマッサージを受けることになりましたと。なるほどこれ以上しつこくお願いしますね。で、値下げをした、ことでかなり不満げな様子になり、3人いたマッサージ師が2人になりました。マッサージを受けて疲れを癒すつもりが逆に疲れてしまうマッサージの体験です。以上、私の、海外で、あった被害経験でした。スペシャルマッサージだっていろいろなものありますからね。20ドルって言ったら、値下げ20ドルって言ったら、できることって言ったら、大体皆さんね、わかりましたね。英語で言ったらハンドジョブ。まあ、それだけにしましょう。で、そんな感じだと思います。で、それはさておき、まあ、普通のマッサージ店でも、ね、タイの、バンコクもそう、タイのマッサージ店も同じようにスペシャルマッサージを誘ってくるのがいるんです。だから、自分はまあ、例えば基本的にそういうね、だいたい店先でわかるじゃないですか。でも、この場合もそうなんだけど、店先じゃなかなかわからなかったと思うんです。でも、タイなんかもそう、普通のマッサージ屋行ってもそういうふうに持ちかけてくるところはあります。それはやっぱりお金が欲しいんですよね。店が例えばそういうふうにね、言ってないんだけど、本人がお金欲しいからポケットバリでってこともあります。なので、そういったところでっていうことはよくある話ではあります。で、カンボジアということでね。こういうのベトナムなんかもあるんですよね。同じように。まあ他の国も大体ありますね。で、
その中で、やっぱり最初そういうのにね、お金欲しいから誘ってくるんだけど、で、ね、日本人はみんな払うのになぜあなたは払わない。これよく言われる文言ですね。日本人は優しいから仲は違うとかね。いやいや、だって、普通に考えて、普通のマッサージをしに来てね、なんでスペシャルマッサージで、しかも可愛くないのにさ、お金払わないといけないのって思いながらね、思うときあったりしますけど、そういうときありましたね。ベトナム行ったときもね、そういう感じでした。でも普通のマッサージでそう言われたってね、と思ってしまう。それは当然ですよね。で、日本人だからとか関係ないからっつって。まあ日本人結構そういうところで払っちゃうんですよね、実際ね。だからそう舐められてるのもあるかもしれないんだけど、いずれにしてもね、こういったところということで、結局、まあ、値下げ、結局ね、まあ、この方が言ってる、いわゆる普通のマッサージをする気ゼロで、長寿場による押し問答で、過度な飲酒、長旅による疲労など、この疲れてる気もそうなんですよね。そういったところっていうのはやっぱりそういう風になりやすいのかなって感じはします。だから、この場合、まあ、無理やり押し通せばいい、良かったのかもしれないし、まあ、あとはまあ、店を出るって言っても良かったのかなって感じはしますね、逆に言うとね。だけどまあ、20ドルって安いっちゃ安いけど、スペシャルマッサージって多分ハンドジョブのことだと思うんだけど、だけど、基本的にはね、やっぱりそういったところは普通のマッサージ受けたい人もいいじゃないですか。だから自分の普通のマッサージ受けたいんで、例えば、前にご紹介させていただいた、よく行きつけのね、マッサージ屋があって、ソイの26、バンコクのね、そこのところにあるマッサージ屋は全然そういうのないとかね、うん、あったりしますけど、そういったところが重要なのかなって感じがします。だから、店に入るときはね、十分気をつけた方がいいかなって感じがします。だから最初に聞いとく、しっかりとね、本当にこれ、変なマッサージじゃないよなっていうふうに言って、まあ、見て大体女の子の質で分かると思う。ギャルっぽいって今出てましたけど、そういう子がいる店ってのはそういう可能性になる可能性があるんですよね。だから店先にいて、そういう、まあ、可愛い子にマッサージ、普通のマッサージもしてもらった方がいいじゃないですか。でも、そうするとそういう可能性になる可能性がある、可愛い子っていうかギャルみたいな子ね。ね、そういう可能性になる可能性があるってことも認識すべきなのかなって感じはします。ということで、まあこれもよくある案件ですね。だから皆さんが海外に行くときにね、まあタイとか、カンボジアとか、まあそこら辺、東南アジアではよくある、事例です。ね。まあ他にも他の国にも結構ありますよね。だから発展途上国ではよくあることですね。なので、こういったところは皆さんもね、肝に入れて、これに関しては、まあ、基本的には男性ですよね。スペシャルマッサージというのはね。だから、まあ、女性もあるのかな、そういうところね。だけど男性だと思うんで、そういったところ皆さん十分ね、そういう気があるならいいんだけどね、そういう気がないのでこういうふうに言われることってあんまりいい気持ちじゃないですよね。ということで、まあ、今回ちょっと発表させていただきました。まあ、今回第9話か。第9話ということで、今まで5名の方に意見をいただきまして、発表させていただいてます。皆さんも何か、海外に行かれた時に被害に遭った体験談とか被害に遭いそうになった、けど、なんとかね、うまく対処して、被害に結局遭わなかったというね、体験談。まあ、こういうふうに工夫したとかね、もし被害に遭わなかった方、被害に遭いそうになったけど遭わなかった方は、こういうふうに工夫してっていうのをね、説明していただいて、メールをいただければと思います。このように発表させていただきます。これに関しては、多くの方々が海外に行き、日本人ではね、結構やっぱり被害に遭ってる人多いです。日本人だけじゃないんだけどね。で、そういったところで皆さんが安全に回っていただきたいという心があって、このように発信させていただいてます。皆さん、まあ、今までね、協力いただいた方、今5名いらっしゃいますけど、誠にありがとうございます。では、皆さん今後ともね、よろしくお願いします。そして、まあ、これ第9話ですけど、1話からね、まだ見てない方いらっしゃったらね、ご覧いただければと思います。